ちゃん、まねっこ上手、まねっこ上手、バナナを剥いて、バナナを剥いて、キョロキョロパク、キョロキョロパクです。お猿のもんちゃん鉛筆紹介するんだね。はい、紹介していいですか。はい。お猿のもん、違う、はい、どうぞ。持ち方教室っていうのを僕さんではやっていて、いろんな幼稚園、保育園、小学校に行かせていただいて、子どもたちと楽しく持ち方を学ぼうってことでやってます。で、子どもたちとせっかくなんだから、なんかお勉強みたいになるんじゃなくって、子どもたちが面白いやってみたいと思うような持ち方教室になればいいなと思って、あきらちゃんにこの鉛筆のテーマでみんなと一緒にお歌を歌って教室やりたいので、みんなと歌える曲を作ってくださいってお願いしたらいいよって作ってくれたのがこのまんねっこもんちゃんの歌です。はい、今日リアルもんちゃんも連れてきてますからね。よろしくお願いします。ありがとうございました。どっちがお父さんでしょう。